株式会社、佐藤ホールディングスは、宮城県仙台市青葉区に本社を置く、建築資材の製造、販売を行う企業である。佐藤生鮮として知られている。佐藤生鮮グループ10社の純粋持ち株会社である。事業会社の株式会社佐藤生鮮所は、東北地方最大の潜在二次製品メーカーであり、売り株式会、シグマット社は、中堅規模の建築資材商社である。 三井物産との関係が深い。事業の本拠地は、宮城県渡り郡渡里町にある。佐藤生鮮グループは、1946年11月、宮城県渡り郡渡里町に、佐藤金次、光一不死によって創業した佐藤生区議賞を起源とする。東北大学金属材料研究所の研究員であった光一が、研究所長の勧めで生区議機2台を購入したのが、 創業の動機であったという。1950年2月に若いそして株式会社佐藤製戦所を設立した。当時の従業員はたったの6名であった。戦後復興や高度経済成長の時代背景もあり、社業は拡大し、東北地方の同業者を次々に買収し、東北地方最大の潜在二次製品メーカーに躍進した。 1961年9月30日、営業部門を佐藤生鮮販売株式会社として分離したが、自社製品の販売のみならず、他社製品の販売を含め、多様な建築資材の卸売を通じて、中堅クラスの建築資材の総合商社として発展する。2008年5月、佐藤生鮮販売を会社分割し、株式会社、佐藤ホールディングスを設立し、 持ち株会社制に移行した。堅実な経営と誠実な営業姿勢から東北地方の建設業界の評価が高い。利益も従業員に還元する方針をとっており、そのために株式の非公開を貫いている。ありがとうございます。